その時ユニコーンは殺意に支配されていた。狩りを楽しむ者の冷酷な気悦をにじませたシーン。 NTD が放つ殺戮の本能はバナージの理性をも蝕んだ。怒りも狂気すらもなく、ただハンティングマシーンと化したユニコーンはクシャトリアの装甲を次々に削ぎ落としていく。そしてコクピットを差し貫こうとした瞬間、バナージ・リンクスは時が止まるのを感じた。光、空に咲く凶暴な光、陰微で猥雑なネオンの光、冷たい喪失の光、暗闇に差し込む優しい手のひらのぬくもり、一人の少女が12番目のクローンではなくマリーダ・クルスという無二の存在として再び生を得ることとなった救いの光、バナージが殉国の間に得た光の近く、それは二つの C が重なって濃密に交換し合う認識の中で垣間見たマリーダ・クルスの封じられし過去の記憶。優しさだけでは人は救えない。罪も汚れも消せないから。それでも、それでも。かつての大戦の中、人の革新の先駆けと呼ばれた者たちが戦うべき宿命に抗う中で両者の死を交換し得たという、深い洞察力と優しさを持ち他人と誤解なく分かり合える新たな人の形、人の在り方、ニュータイプ。バナージとマリーダもまたその先駆けたりうる存在だったのか、あるいは作り物の神が気まぐれに見せた一時の幻想か。だがたとえそれが夢でも幻でも、この時二人は互いを知ることができた。人は分かり合える、その可能性を体感し得た事実がバナージの意識をシステムの殺意から覚醒させる。四枚羽を貫かんとする光人をかき消したユニコーンはその強大な両腕でクシャトリアの機体を抱きかかえた。それは衝動のまま暴力を振るい続けたバナージなりの懺悔の表れだったのか。すでに満身創痍であったマリーダには抵抗する力もなく、そのままユニコーンの抱擁を受け入れるとやがてネイル・アーガマへと回収された。立場が逆転したな。よく覚えてないんです。どうしてあんなことになったのか。マシンに飲まれたんだろう。サイコミの逆流だ。操縦しているつもりがいつの間にか操られている。強烈な否定の意志を感じた。あれはガンダムに埋め込まれたシステムの本能だろう。ニュータイプを見つけ出して破壊する。たとえそれが作り物であっても、マシンには本物と作り物を識別する能力はない。でも人は違う。感じることができるから。あなただって。私にはマスターがいる。たとえ作り物だとしても、私は私の全存在にかけて尽くす。マスターが望むことを望み、マスターが敵とするものと戦う。でもそれは呪いだよ。そんな風に自分で自分を殺し続けるなんて。お前の中を見た。お前も私と同類かもしれない。どういう意味ですか。そうとでも思わなければ、私の立場がないよ。だがガンダムは止まった。お前の意志が、お前の中にある根っこがシステムを屈服させたんだ。根っこ。私たちにはそれがない。だからマシンと同化できてしまう。マリーダさん、私のことはいい。バナージ、たとえどんな現実を突きつけられようと、それでもと言い続けろ。
自分を見失うな。それがお前の根っこ。あのガンダムの中に眠るもう一つのシステムを呼び覚ます力に。あれにラプラスの箱の力が託されたのは。マリーダさん、マリーダさん。自らの手でマリーダを殺そうとした事実、そして傷つけてしまった現実。人を傷つけることしかできないという悲しい双剣。無数の言葉の中から唯一形となった思いは屹立し、バナージ・リンクスは自身の手のひらを握りしめる。しかし逼迫する状況はバナージの身勝手を許す余裕もなく、情勢はなおも箱の鍵への投意を求め続けていた。プラスの亡霊。
球と宇宙に住む全ての皆さん、こんにちは。私は地球連邦政府首相、リカルド・マーセナスです。まもなく西暦が終わり、我々は宇宙世紀という未知の世界に踏み出そうとしています。
せめて交代させることができれば。やり合うつもりはない。キルボーさんこそ下がって。
人を、人の持つ可能性を俺は信じたい。なんとかする。まだまだ。ものだろ、ユニカーン。争いを止めればこんなことを続ける理由はなくなるんでしょう。この戦い怖いことだってわかるんだよ。このわからずや、わからん。
邪魔をするのなら落とす。貴様、いい度胸だよ。やめてくれ。あなたと争うつもりはない。うわ、何をしたんだ貴様。逃がしはしない、フルフロンタル。やるな、バナージ君。お願いだ、お願いだから邪魔をしないでくれ。ち、冗談ではない。